皆さんこんにちは、ナチブ TV のナチです。今回レビューするのはこちら、ボルトミーレボ30。これね、このサイズで最大出力 30W、USB-C ポートを2つ搭載した小型で軽量の急速充電器です。で、実はこれメーカーさんに提供いただいて1週間ぐらい使ってみたんですけど、小型で軽量なので持ち運びしやすいし、MacBook Air も充電できるので非常に便利です。ただね、残念なポイントも1つあったので、この後共有していきます。小型の急速充電器探している人の参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずはスペックから見ていきましょう。USB-C ポート2つ搭載で最大出力は 30W、 パワーデリバリー 3.4 PPS、 クイックチャージ 4.0 に対応しています。で、2つのポートを同時に使った場合の合計最大出力はなんと 15W、 半分になるのでこの点は残念。この後検証していきます。で、サイズと重量を見て分かる通り小型で軽い充電器です。カラーバリエーションは黒と白の2つなんですけど、 USB-C と A を1つずつ搭載したモデルもあって、スペックも価格もほぼ同じなので USB-A が必須ならこっちの方がおすすめです。はい、ということで実機確認していきましょう。黒一色の非常にシンプルなデザインで、左下にボルトミーのブランド名がうっすらと見えます。で、この箱と同じボコボコした加工が表面にわずかに施されています。で、表面は光沢のないマットな仕様なので汚れや指紋が目立たないのでめっちゃいい。で、プラグは折りたたみ式になっているので非常にコンパクト、取り出す時も畳む時も非常にスムーズで使いやすいです。で、その反対側に USB-C ポートが2つあって、どちらも最大出力 30W に対応しています。はい、ということで給電能力検証していきましょう。まずは単ポートから。一応念のためテスターと出力が表示される USB-C ケーブル使ってるんですけど、どちらも規格通りほぼ 30W に近い値が出てます。では続いてもう一方のポート試してみます。こちらもほぼ同じ値になっているので問題なさそう。で、一応 MacBook でも検証してみました。このようにちゃんと 30W で給電されていることが分かります。僕は MacBook Pro を使っているので 30W だと出力不足なんですけど、 MacBook Air であれば大丈夫、このサイズ感で充電できるので非常に便利です。では続いて2ポート同時充電を検証してみましょう。単ポート使った場合は 30W だったんですけど、2ポート同時充電するとこんな感じ、かなり出力が制限されています。でも実はこれ使用通りです。単ポート利用時はどちらのポートも 30W ずつ出るんですけど、同時利用した場合合計 15W にかなり制限されてしまう。これがこの充電器の唯一の欠点。できれば合計で 30W キープできたら最高でした。でもこの出力の制限を補うためのモデルも用意されていて、 MacBook Air と同時充電したい場合はレボ65、 MacBook Pro と同時充電したい場合はより大きいレボ100を選びましょう。ただスマホ同時充電の場合はギリギリ許容範囲で 5W の充電器を使っているよりは全然早く充電できます。なので就寝時とか充電時間を長くキープできるのであれば全然問題ありません。はい、ということで最後に他の充電器と比較していきましょう。ただ調べてみると USB-C2 ポートで 30W の充電器ってなかなかないんですよね。なので CIO の小型充電器を2つ選んでみました。で、スペックだけ見ると合計最大出力 40W の CIO ノバポート利用 30W の方が良さそうなんですけど、それに伴ってサイズと重量がわずかながら大きくなって価格も900円ぐらい変わるので、同時充電の利用頻度で選ぶといいと思います。で、 30W もいらないよっていう人であれば 20W のやつもおすすめです。で、本来ならノバポートデュオ 30W と実機比較したかったんですけど手元にないので他のものと比較してみます。これが Apple 純正 5W のやつ。大きさはねパッと見違うんですけど、こんな感じでプラグが折りたためない分横の長さはほとんど変わりません。続いて iPad 純正 12W の充電器。出力が倍以上違うのにレボ30の方が小型なので純正使ってる人は買い替えてもいいかも。で、最後に CIO の 20W の充電器。これ僕お気に入りなんですけど、プラグが折りたためないのが唯一の欠点なので、持ち運びにはプラグが折りたためるレボ30の方がいいかなと僕は思います。はい、ということで今回はボルトミーの急速充電器レボ30を紹介しました。小型で軽量 USB-C ポートを2つ搭載した最大出力 30W の持ち運びに便利な急速充電器です。単ポートの利用であれば MacBook Air も充電できるので非常に便利なんですが、複数台同時充電した場合は最大出力が 15W に制限されてしまうのが唯一の欠点です。なので MacBook と iPhone を同時充電したい場合は同じシリーズの出力が大きいレボ65とかレボ100の方がおすすめです。ただその分サイズが大きくなってしまうので、どうしても 30W で小型な急速充電器が必要っていう人であれば CIO のノバポートデュオ 30W っていうのもおすすめです。ただ出力が分散されるからといってスマホをね、就寝時に2台同時充電したいという人であれば充電時間長くキープできるので、そういった場合は出力の制限による充電速度の低下って全然問題にならないので、そういった使い方をする人であれば問題ありません。購入先のリンクを概要欄に貼っておくので、気になる人はぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画が良かったと思う人は評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと僕 Twitter、インスタ、ブログ、そして 3D プリンターでガラクタを作るサブチャンもやっているので、気になる人はぜひそちらもチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。